北海道地北高原鉄道ふるさと銀河線。ふるさと銀河線は、北海道中川郡池田町、十勝市町の池田駅から、北見市、網走市町の北見駅に至る北海道地北、高原鉄道が運営していた、鉄道路線。旧国鉄特定地方交通線の地北線を、引き継いだ路線で、2006年4月21日に、廃止された。第三セクター路線としては、 最長の営業距離を持つ路線であった。元々は、道央と網走を結ぶ、幹線鉄道として、網走線の名称で1910年、明治43年9月22日に、池田川から開業したもので、1911年、明治44年9月25日には、野付牛、現在の北まで延長、1912年、 大正元年10月5日にはさらに網走へと延長され、同年11月18日には網走本線に改称された。しかし、1932年昭和7年10月1日に赤北線が野付牛に達すると距離の短い赤北線がメインルートとなり、1961年昭和36年4月1日には線路名称の整理が行われ、赤北線が 名実ともに、本線、赤北本線となり、池田北見間が地北線となった。沿線の豊富な森林資源の輸送ルートとして活用され、冬季には流氷によって使用できなくなるおほーツク港を代替する輸送手段として利用された。しかし自動車の普及に伴い利用者が減少し、1980年、昭和55年12月27日の国鉄再建法施行により、 廃止対象となった。日本有数の人口規薄地帯である道東、道北の国鉄特定地方交通線で営業機が1 0 0トル以上あった地北線、市別線、天根北線、名寄本線の4線は、長大4線と呼ばれ、特別な配慮を地元自治体が求めた。そこで、1984年、昭和59年6月22日の第2次、 特定地方交通線承認でバス転換しなければならないのかを調査するため、地北線など長大4線は保留された。しかし、1985年昭和60年8月2日、乗客数減少により赤字が増大することが予想され、バス転換しなければならないとして追加承認された。1987年昭和62年4月1日の 国鉄分割民営化に伴い、北海道旅客鉄道 JR 北海道に承継された後、1989年、平成元年6月4日に、北海道地北高原鉄道に転換され、路線名もふるさと銀河線に改称された。転換には、国鉄時代の地北線の輸送密度は、長大4線の中では一番高かったことや、ふるさと銀河線開業時は、第二次。 ベビーブーム、段階ジュニア世代が女度高校生くらいの年齢で、通学生が今よりも、はるかに多く、またバブル期で金利が高く、経営安定基金の運用益で赤字補填の目途が立ったことなど、いくつかの条件が、第三セクター化に、大きな影響を得た。一方、この路線が存続に至ったのは、政治的な配慮の上の設立という見解もある。しかし、 少子化時代を迎え主な旅客である高校生などの通学生が大幅に減少したことや沿線が建設業に大きく依存した産業構造で付加価値の高い加工、製造業などの地場産業育成が進んでいいことから長引く不況や公共事業削減により沿線人口の流出、過疎化が進行し1990年平成2年度には 年間に約100万人あった旅客も2003年、平成15年度には約50万人まで半減した。さらにゼロ金利政策による低金利の状態が続き、経営安定基金の運用益による赤字補填が困難になったことも、経営状態の悪化に追い打ちをかけた。北海道地方高原鉄道側は、当初、沿線自治体に対して、 鉄路存続のための資金の協力を要請したが、銀河線以外の公共交通機関が全くないため、廃止に猛反対していた陸別町以外の沿線自治体は、資金協力を拒否。そのため、2005年、平成17年3月27日の取締役会で、陸別町長以外の賛成により廃止することが決定された。そして同年4月21日に、 北海道運輸局長に廃止届が提出された。2006年、平成18年4月20日限りで廃止された。これに伴い、北海道の旧国鉄特定地方交通線はすべて消滅した。銀河線廃止後、帯広陸別館、十勝バスと陸別北見館、北海道北見バスで替えとなるバス路線が運行されている。しかし、 そのバス路線も利用者が低迷し、バス事業者や通学者などへの助成が、沿線自治体にとって大きな負担となっている。2006年3月時点で、全線直通列車を含め1日あたり、池田駅陸別駅間が7往復と阿蘇路駅、折り返し1往復、桶戸駅北見駅間は下り12本、上り11本であった。 池田駅北見駅間の直通は5往復、上り1本は、桶ケト駅で乗り換えあり、内一1往復は、帯広駅北見駅間の快速、銀河で、所要時間は、約3時間10分ほどであった。普通列車でも一部の駅を通過する列車があった。陸別駅桶ケト駅間は、十勝、網走市町の境界の山間部で、本数は少なく、1日あたり6往復のみであった。 一部の列車は JR 根室本線の帯広駅まで乗り入れていた。朝5時台の池田発アショロ駅と折り返し6時台のアショロ発新徳駅は JR の車両で運行されていた。また、JR のイベント列車が線内を通過することもあった。2000年3月31日までは、北見発の最終が22時、池田発の最終が21時台後半であったが、繰り上げになった。 なお、池田駅、帯広駅及び、北見駅での改札時は、降車時に乗務員に乗車券もしくは現金を渡し、生産証明を受け取った後改札で掲示して、通過する方法で利用していた。乗車時は JR 利用時と同様に乗車券を購入し、改札で改札を受けて車両に乗車していた。車両10両のうち3両はミャンマーへ、6両は保存用として、 陸別町へ売却された。残り一両は、鉄道愛好家に売却され、江差市町で列車運転体験施設を作る構想だったが、輸送費用などの問題から飛んだ。2007年9月末に解体される。予定のところ、北見市内の社会福祉法人北見友愛会理事長、中村徹の手により引き取られ、北見市新生町の事務所駐車場に展示用として、保管されている。 旧陸別駅周辺は、ふるさと銀河線陸別鉄道として約 1km に渡って整備されている。旧川上駅までの 9.8km を整備する予定だったが、維持費の捻出が難しいため当面の間は、予定より短距離に留められた。ただし、今後延伸する可能性は残しており、川上駅までの区間で、保線車両を用いた試験運行を実施している。 廃止からちょうど2年後を迎えた2008年、平成20年4月20日より営業開始され、ふるさと銀河線で使用されていた機動車の乗車体験や運転体験をすることができる。2017年の営業期間は、4月22日から10月29日、火曜日、水曜日は定休日で、営業日によって来場者の体験できるメニューが異なり、体験メニューによっては、 予約がが必要な場合がある代替バスは全線直通は設定されず、陸別を境に、帯広池田阿蘇路陸別間が、十勝バスに、陸別、桶ンネップ北見間が、北海道北見バスに転換された。十勝バスが、阿蘇路陸別間を新設、北海道北見バスが、陸別桶ト間を新設するとともに、既存路線を増発して対応している。両者が、 期間限定運行していた特急バス、北見帯広線、池田町は池田駅を予しせず、都市別に停車は代替バス運行開始に伴い廃止されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。